皆さんこんにちは。好きな人に告白して振られてしまった時、あなたはどんな反応をするでしょうか。覚えてない、気にしてない、わからないという人は多いかもしれませんが、この瞬間の反応次第で女性の中に残る男性の印象って大きく変わるんですよね。この時の反応があまりにも幼稚だと、女性はあ、振って正解だった、もう関わりたくないと感じて一気に冷めてしまいます。でもこの時スマートな反応を返せると、女性は絶対に嫌な気持ちにならないし、惜しいことをしたかもしれないとさえ思うんです。さて今回は、振られても大逆転、再告白で彼女を手に入れるまでの方法というタイトルに沿ってお話ししていきたいと思います。振られても最後の印象が良くて、その後の対応がスマートなら、女性とあなたの立場が一気に逆転します。うまく進められれば、次は女性の方があなたを求めてくるようになるってことですよ。振られても全てが終わったなんて絶対に思わないでください。今日は女性目線での意見も含めながらお話ししていくので、とても役立つと思います。ぜひ最後までお付き合いくださいね。まずはじめに、女性が男性を振る理由は全てが嫌いだからではありません。もちろん嫌いで苦手だから断ることはよくありますよ。でもそれ以外に振る理由もたくさんあるんです。例えば、ただ気持ちが固まらなかったからイエスと言えなかったとか、元彼とよりを戻すかどうか微妙なタイミングだから付き合えなかったとか、あなたのことを本当は保留したいけど、保留なんてワードは失礼で使えないから正直に言えないっていう背景があるんですよ。そういう背景があるなら、少し時間が経つことで女性の気持ちはあなたにとって好都合な方向にひっくり返る可能性が高いんですね。そもそも嫌いで振られたわけじゃないなら、チャンスはまだたくさんあるわけですから、少なくとも男性側はこれらの背景がある可能性を想定しておきましょう。 100% 振られたイコール終わりではないんですよ。 1. 振られてもあからさまに落ち込まない。振られて機嫌が悪くなったり逆ギレしたりするのは最低な印象になります。これは完全に女性に対する一方的な圧力になるんですよ。告白するのは男性の自由です。ですがそれを無責任に行うわけにはいきません。勝手に告白したのなら、責任を持って相手に負担を残さない終わり方を告白した側が最後の最後まで作るべきなんですね。告白によって、告白できた側はすっきりするかもしれませんが、された側は断るとなると相手の期待に添えないことを口にしないといけないし、心苦しいことしかありません。もし相手の女性の性格がものすごくフランクで、告白してもらったことは人生で初めて、すごく嬉しい、でもごめんね、私今他に好きな人いるからと笑顔で前向きに返してくれるようなら、ギクシャクしなくていいかもしれませんよね。でもみんながみんなこんなテンションではないわけです。告白した側も告白された側も後味が悪くなくていいなと思えるようになるのが理想です。女性に、私が振っちゃったせいでめっちゃ落ち込んでる、どうしよう、なんか気まずい、ごめんなさいなんて感じさせたらアウトなんですよ。こうなると告白に振られただけでなく、告白したこと自体が失敗になってしまいます。せめて告白したこと自体は成功に収めないといけません。成功の舵取りを女性にさせてはいけません。女性はその瞬間に付き合いたいと思わない人とは付き合えない、ただそれだけなんです。告白をする側には後味を悪くさせない責任があります。だから圧力になるような被害者ぶりは絶対に見せないこと、むしろ堂々と告白聞いてくれてありがとうとか、気まずくなるのは嫌だからこれからもいつも通りにさせてねと言っておいていいくらいですよ。距離感は保つ。告白で振られても今まで通りの距離感、もしくはそれ以上を目指していきましょう。気まずい関係になってしまうと体の距離感は確実に離れていきます。食堂で座る場所だって離れてるし、挨拶だってしなくなるかも。でもそうなってしまうと、もう絶対に関係は期待している方向に進みません。だから告白後の気まずさを絶対に作らないということがまず大前提に大切で、そして身体的な距離も離すべきではないんですね。女性がもしあなたのことが本当に嫌いなら、彼女は自分からあなたから離れるんですよ。近づかれても避けますよ。でもそうしないのなら、女性の方も
まだあなたを実は保留しているだけかもしれません。または本当に友達として好きだから離れたくないんですね。そんな風に思ってくれる人を振られたことによって変に尖ってしまったプライドで突き放すのは絶対によくありません。あなたの印象も悪くなるだけです。なので振られても堂々とそばに居続けましょう。 3. あくまでも君のことが好きな俺で居続ける。これまで告白に OK をもらいたくてしていた接し方があるでしょう。例えば優しくしたり、プレゼントをあげたり、愚痴も聞いてあげたり、そういうことを基本的には告白後も同じように続けていきましょう。女性はそれで、あの一件があったけどこの人はいい意味で何も変わってないと強く実感するでしょう。あえて気をつけることがあるとすれば、俺たち友達だよねとか、これからは一番の友達になりたいだなんて間違っても言わないこと。友達というワードを出してしまうと、女性からも異性ではなく完全に友達認定されてしまうのでよくありません。あくまでもいつでも俺は準備万端、まだ告白していいならするよっていう姿勢で居続けましょう。ただ俺はずっと君が好き、何があっても好きと言葉にしてしまうと、女性は重たいと感じるかもしれません。それにいつの間にかあなたに対して、この人は私が何をしてもずっと私のことを好きでいてくれる都合のいい人だわと考えるようになってしまう可能性もあります。だからあなたの心の中で彼女を好きな気持ちを小さくさせる必要は全くないんですが、あくまでもそれは言葉にはしないこと。行動で女性を安心させることは大切ですが、あまり安心させすぎないということがポイントです。 4. 少し焦らせる。安心させすぎると女性は油断をしてあなたに注目する機会を減らしてしまうでしょう。理想としてはもっと注目してほしいし気にしてほしいんですよね。だから少し焦らせるような行為をすることも大事です。告白を断っても変わらずにそばにいてくれて支えてくれる。正直この流れで女性はこの人は本当に私のことが好きなんだなと思い知るわけです。でもそんな貴重な存在が急に態度を変えたら女性はどう感じるでしょう。あれ？離れてっちゃうの？これからもそばにいるんじゃないの？と焦って、人によってはダメ、もったいないなんて思うかもしれません。こうやって焦らせるのがとても大切なポイントです。では焦らせる方法はどんな方法なのか。例えば連絡を途絶えさせるとか、誘いを一回断る、話を聞いているようで一瞬上の空になってみる、他の女性と遊んでみるといった感じですね。いつも自分だけを見ていてくれていたはずの男性が他の人や物に意識を持っていかれている様子を見ると、女性は必ず焦るんです。正真正銘異性としての好意がないなら全く焦りませんが、好意がわずかでもある場合必ず焦ります。だからちょっと一瞬焦らせて女性にあなたについて考えさせるのです。5. 女性から一歩でも歩み寄ってきたらすぐに掴む。あなたが離れていくと感じて女性が、告白を断ったのは失敗だったかもとか、惜しいことをしたかもなんて一瞬でも思ったのなら、それが最大のチャンスなんです。その時に女性があなたに連絡をくれたり、一緒に〇〇行こうと誘ってきたりすれば、その機会を絶対に逃してはいけません。必ず前向きに連絡を返して会って、もう一度ドキドキさせるチャレンジをしましょう。これまで通り優しくスマートに接して、やっぱりこの人は手放しちゃいけないと思い知らせるんです。女性が甘えてきたり見つめてきたりした時に、もう一度告白してもいい？と言ってみましょう。その時に女性が柔らかい表情をしているなら大成功です。以上、再告白を成功に導くための方法をご紹介しました。ちなみに一度恋人関係になって別れた場合でも再度関係を構築することは可能です。私自身よりを戻して結婚したカップルを何組も知ってますよ。別れたことが衝撃的ならなおさらよりは戻しやすいです。女性は一旦別れて冷静になって、やっぱりあの人じゃなきゃダメとか思ったり、他の人とデートしてみたけど全然楽しくなくて、やっぱりあの人だと感じることがあるんです。あとはあなたが必死にまた付き合いたいと伝えることが大事です。もちろんそもそも別れたきっかけがあまりにも一方的でひどいなら無理ですよ。一度離れた心を取り戻すのはマイナスからのスタートのようなものです。特に女性は切り替えに移るのが早いし、
その切り替えに成功してしまったらもう無理です。あまり離れている時間を長くしないことが大切です。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。